野戦重砲兵第一連隊は、大日本帝国陸軍の野戦重砲兵連隊の一つ。軍隊符号は 1SA。1918年5月、東京湾要塞の要塞砲兵連隊に個大隊を、持って、神奈川県横須賀で発足。同年、改編に着手し1921年に、編成完結、翌1922年8月に、千葉県河野台に移転した。 当初は38式 12cm 榴弾砲、ついで4年式 15cm 榴弾砲を装備し、1938年には、帝国陸軍の最新永住榴弾砲である96式 15cm 榴弾砲に、改編、1939年の野門藩事件に2個、大体、6個中隊の応急編成で動員された。しかし、新十五流装備後は、 日が浅く訓練が十分ではなかった上、降爆未知の戦場における、ソ連労働赤軍の優秀な機械化部隊の構成を受け、前段を打ち尽くし15竜を自爆処分し決死の肉迫攻撃を敢行、火砲と運命を共にした。特に、山崎将来陸軍砲兵中尉の壮絶な戦士が語り継がれている。その後、連隊は、北満黒川省。 ジンムトンに中屯し部隊を再建。1941年11月6日に編成された第14軍に編入され、太平洋戦争開戦後はフィリピンリンガエン湾に上陸、南下してバターン半島砲撃戦、コレヒドール島砲撃戦に参戦、機械化重砲兵の威力を発揮した。沖縄戦で使用された野戦重砲兵第1連隊。 第2大隊第4中隊の96式15センチメートル榴弾砲。比較的良好な保存状態であるが、棒立ては欠落し、方針下の揺らか部分はえぐられている1944年、第32軍第5砲兵司令ブレーカーとなり、連隊本部及び、第2大隊を沖縄本島に、第1大隊を宮古島に配備し、同じ軍砲兵である野戦銃砲。 第23連隊、独立重砲兵第100大隊、独立急砲第1連隊などとともに沖縄防衛戦に参戦。1945年4月1日、アメリカ軍は沖縄本島に上陸し、5月4日からの総攻撃に火力戦闘を実施したが失敗し、以降は時給戦に転じる。6月18日、キアン半島前との高台にて、 第8海兵連隊を視察中の第10軍司令官、サイモン B ・バックナージュニア陸軍中将を第2大隊が砲撃、バックナー中将は戦死した。これはアメリカ軍史上最高位の階級で戦死した唯一の軍人である一方で、アメリカ軍海兵隊の沖縄戦公式戦士では、日本軍の 47mm の砲弾が岩に当たったとき、この位置にいなかった。 さらに5発が着弾し、最初の砲弾の破片か、爆発によって吹き飛ばされたサンゴのかけらが、バックナーの胸に当たりこの傷で死亡したと記述されており、一式軌道4 7ト、mm、ル速射砲による砲撃によりバックナーは戦死したとされている。6月22日、野戦銃砲兵第1連隊は、連隊長、山根忠陸軍大祭か、 家宝と運命を共に死魚臭した。戦後、沖縄中流アメリカ軍により発見された、野戦重砲兵第1連隊、第2大隊第4中隊の一門が、独立重砲兵第100大隊の89式15センチメートルカノンと、共に、安国神社優秀館に奉納、展示されている。アメリカ陸軍商編。 外股脱志し郎役、沖縄、日米最後の戦闘三人一社、2006年、沖縄に通い続け、異例、おさむ骨続ける、元砲撃隊長の石原さん。琉球新報。オリジナルの2012年7月13日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ iwg3、一等兵が狙撃した。琉球新報。 オリジナルの2012年7月15日時点におけるアーカイブ。https://archive.is/cuqfhat history of the U.S. Marine Corps in プリング with プリング with to Volume V Victory P353 漢方第3306号対象12年8月7日ありがとうございます。